はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝谷直樹です。今日は中学受験国語知識聞き流し重要な語彙の、自由3回目ですね。今日は「ふ」をやります。この中学受験さくららチャンネルは中学受験の全教科全科目全単元をいつでもどこでも何度でもをコンセプトに作っているチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップもお願いします。さあ、では早速やってみましょうね。重要な語彙、負です。仏頂面。さあ、愛想がない顔のことを仏頂面と言います。最近の息子はいつも仏頂面をしている。腑に落ちない。これは納得ができないことを言います。クレームを言ったが、店の人は説明をしてくれたんだけれども、最後まで腑に落ちなかった。不憫、かわいそう、気の毒なことです。父はな、お父さんは亡くなり、母親はいなくなってしまった。残された子どもたちは本当に不憫だった。普遍、広く行き渡っていること、すべてのものに当てはまることです。人間として生まれた以上、生まれながらにして人権があることは普遍の真理なのだ。不毛、作物が育たない痩せた土地のことを言います。ここは何も育たない不毛の土地だ。憤慨、激しく憤る、怒ることです。学校側の対応に父はひどく憤慨していた。分別、よし悪しが判断できることです。分別がつく年頃になってからはいたずらはしなくなった。閉校する、困り果ててしまうことを言います。東京はいつも車が渋滞していて閉校してしまうよ。平勢、普段、普通、日頃。平勢はいつもお世話になっております。辟易、うんざりすることです。店長の説教はくどくどしてて辟易するよ。へつらう、相手の機嫌を取ることです。業者の人間たちは役人にいつもへつらっている。へりくだる、相手を敬い、謙遜することです。社長は部下に対してもいつもへりくだって腰が低い。偏見、偏ったものの見方をすることです。あなたの悪口はいつも偏見に満ちているね。変哲、変わっていることです。特別なことは何もしてないです。この商品は何の変哲もないものですよ。望郷、ふるさとを懐かしむことです。東京で一人暮らしを始めてから、時々望郷の念に駆られることがある。北総 M、 自分の思い通りにことが運んで思わずにやついてしまうことです。思った通り新商品が売れ始め、僕は北総園だ。ほころびる、糸がほどけること、楽しいことが顔に出ること。娘が久しぶりに家に帰ってきて顔がほころんでしまった。ほとぼり、人々の注目や関心を、持っている中身の状態のことです。みんなが君のやったことについて噂している。ほとぼりが冷めるまで静かに暮らそう。ほのめかす、それとなく言う、匂わせることです。彼女は僕に気持ちをほのめかすようになった。枚挙にいとまがない、たくさんあって数えきれないことです。A 氏の武勇伝は枚挙にいとまがないよ。魔が差す、
考えられないような悪いことをふーっとやってしまうときのことを言います。誰も見ていないと思って魔が差して万引きしてしまった。まことしやか。本当らしく言うことです。人々は今まで信じられなかったような出来事でもまことしやかに話をするようになった。まどろむ、うとうとすること、少し眠ることです。本を読みながら少しまどろんでしまった。まだら、空いていること、数が少ないことです。セリーグの優勝が決まったので観客はまばらになってしまった。まんじり、じっとまじまじ。 A 氏の話を聞いていたらびっくりしてしまって僕は彼をまじまじと見てしまった。満を持す、準備をしっかり整えてチャンスを待つことです。十分に対策はした。私たちは満を持してチャンスが来るのを待った。見くびる、相手を軽く見ることです。正直僕たちはあのよぼよぼな老人を見くびっていた。水かけ論、互いが自分の主張を繰り返すだけで全く解決しないことです。妻と話し合っても水かけ論になるだけなんだよね。水臭い、よそよそしいこと、他人行儀なことです。こういう時は水臭いことは言わないで頼りにしてくれよ。みすぼらしい、身なりが粗末で貧しそうなことです。ご両親は貧しいらしく身なりもみすぼらしかった。さあ全体見てみましょう。仏頂面、腑に落ちない、不憫不毛、不毛、あ、不偏不毛、憤慨憤別、並行する、平勢辟易、へつらう、へりくだる、偏見偏鉄、暴挙、ほくそえむ、ほころびる、ほとぼり、ほのめかす、埋挙にいとまがない、魔が差す、まことしやか、まどろむ、まばら、まんじり、まんを辞す、みくびる、水かけ論、水臭い、みすぼらしい。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップもお願いします。では今日はここまでにしましょう。